怖いスマホ鳴ってるぞ。ん？何かあったのか？吉沢から？個人の問題に首突っ込む気はねえけど、今はいろいろと危ない時だ。出かけるのは止めないが、ヤバくなったら我が輩も呼ぶんだぞ。あんま遅くなるんじゃねえぞ。続いてのニュースです。先日から都内を騒がすあのゲルニカが再び姿を現しました。気鋭のストリートアーティストとして高い評価を受けているゲルニカ。しかし、その自由すぎるアート活動には多方面から批判の声も上がっています。今回の現場は警備部本庁ビル。またも一夜にして作品が描かれていました。覆面アーティストとして知られるゲルニカが都内で活動するようになって一月余り。その野放図な活動を止められない警察に多くの批判が寄せられています。一方では世界的に知られるアート作品を保全すべきとの声も集まっており。うるさいな。寝かせてくれって言ってんだろ。お呼び立てして。先輩にどうしてもここでお会いしたくて。いやいや、闇討ちだとかお礼参りだとかそんなことじゃないですよ。ただちょっとこれはご連絡しておいた方がいいかなと。実は不思議な絵を見たんです。それがどうしても気になる内容で。実際に見てもらった方が早いですね。こっちです、先輩。あ、これです。この絵って、先輩の。やっぱりそう見えますよね。偶然とは思えないほど似てて。それで先輩にご連絡したんです。この絵、何とも言えない雰囲気というか、何か訴えかけてくる迫力がありませんか？見ていると、心の奥がざわざわしてくるというか、不思議な感覚で、単なる気のせいかもしれませんけど。おっと、驚いた。まさか先客が君たちなんてね。え、明智さん？どうしてここに？やあ吉沢さん、それに君も。それにしてもさすがだね。君たちもこの案件を追っていたとは。あれ？じゃあ初耳なのかな。このグラフィティ最近話題なんだよ。話題？確かに迫力はすごいですけど。絵の内容はもちろん、その手法もかなり騒がれてるんだ。最近これと同様のグラフィティが都内のあちこちに書かれているんだよ。念のため聞いておくけど、君たちの仕業じゃないよね。ええ、そんなことするわけありません。冗談だよ。まずは疑うのが探偵の性分なもので。街そのものを巨大なキャンバスに見立て、強いメッセージを描く表現方法か。まあ無許可の場合が多いから合法性に疑問が残るけどね。そこまでして訴えかけたいことが、一体誰の仕業なんでしょう。さてね、それはまだわからない。作者はただの愉快犯かもしれないし、何かを企んでいる極悪人かもしれない。世間への犯罪予告かもしれないし、人々の行いに対する警鐘かもしれない。可能性はたくさんありますね。
今は全て憶測だけど、発信されてる以上は僕は解き明かさなくちゃならない。放置して後々に厄介なことになっても困るからね。さすが探偵さんですね。それで何か分かったことは？僕も今来たばかりだから。そうだな、まずはこのグラフィティから一旦でも読み解くことができればいいんだけど。難しいですね。先輩、気づいたことはありますか？あ、私もそう思います。荒々しいけど高い技術を感じますね。どこか執念みたいな凄まじさも伝わってくるというか。作品の批評はまたにしよう。今優先すべきは手がかりの調査だ。心の回答だ。お願い、取り戻して。心を奪い返して。先輩、どうかしましたか？え、もしかして壁の中に誰かいらっしゃるんですか？さすがにそれは考えづらいな。幻聴か彼の冗談か、はたまた。なんだ、絵が光って。嘘、体が吸い込まれる。先輩もそこにいたら危険です。逃げてください。ダメだ、止められ。吉沢さん、うわあ！この状況はペルソナアルセール。この状況は倒れろ。よし、来い。頂戴しよう。そこだ。
余計な手出しだったかな。先輩、ご無事でしたか。よっ。さて、どうする。話が通じる相手には見えないけど。はい、協力してやっつけましょう。驚いたね。まさか吉沢さんも力を持ってるなんて。私もです。ということは、その明智さんも怪盗団かってこと。まあ、そのあたりはまず敵を倒してからにしようか。あのさ、でも、なるほど。よし。テルソナ、頂戴しよう。やるよ。格の違いを見せてやる。イコロジ、ロビンフット。この一撃でやっちゃいましょう。これで片付ける。覚悟してください。勝利をこの手に。照準セット。やるよ。よし。ここで行かせてもらう。貫け。さあ、踊りましょう。さて、当たれ。やるよ。この距離なら外さないよ。まだ連携が甘いな。はあ、今ので最後みたいですね。で、明智さんは、というか、ここはどこで。
一つずつ整理していこうか。最初に僕が怪盗団かってことだけど、まあ一応皇帝って感じかな。ん？というと？何やら複雑な事情があるみたいですね。わかりました。私も変に詮索しません。物分かりが良くて助かるよ。ところで話を戻すけど、驚いてるのは僕も同じだ。吉沢さんの力、君は初めて見るわけじゃないようだけど。あ、問題ないなら私から説明します。実は以前に。で、その時偶然力に目覚めたってわけか。なるほどね。はい、私の都合で怪盗団に入るのはお断りさせていただいたんですけど。怪盗団じゃないとしても戦えるのは心強いよ。さっきの敵はもちろん、ここがどういう場所なのかも判断しかねる状況だからね。明智さんたちもわからないんですね。パレスとは違うんでしょうか。もちろんその可能性もあるけど、確証は持てないかな。僕らがこの姿になっている以上、認知世界であるのは間違いないと思う。何かいるみたいだ。人形？違う、これは。教えてください。すぐに助けに行きますから。ありがとう。そんな、これって。吉沢さん落ち着いて。おそらく彼女は。向かうのは賛成だけど、ここは未知の場所だ。行動は慎重に。はい、慎重に急ぎます。なんか違う気がするけど。あと、彼女だけ行かせるわけにはいかないね。僕たちも向かうとしようか。
これはひどいね。まるで虐殺じゃないか。どうしてこんなこと。いくらなんでもあんまりです。はい、私行ってきます。ひどい真似はやめてください。はあ、何あんた邪魔する気。お邪魔する目的はないです。ただこんな惨状は見過ごせません。ジェリー、何なのこのガキ。ギャーギャーわめいてうざいんだけど。おかしいわね、このストリートによそ者が入り込むだなんて。あなたたちどこのどなた。僕たちはただの通りすがりかな。この世界がどんな場所かわからなくてね。出口まで案内してもらえないかな。待ってください、明智さん。その前にあの行為を止めてもらわないと。そうだね、このまま帰るってのはないんじゃない。ゲルニカったら素敵なアイデア思いついたのね。いい加減雑魚やるのも飽きててさ。試しにさ、あんたらの腹綿の色あたしに見せてよ。いいでしょ。やれやれ、予想通りだね。穏便に済ませたかったんだけど。本気ですか。それしか道はなさそうだね。残念ながらあちら側はやる気みたいだよ。気をつけて来る。そうか、そうだね。はい、行きましょう。さて、そこだ。行かせてもらう。銃を使う。この一撃で。さあ踊りましょう。楽しみ。どう、君だよ。綺麗な色見せて。キラリくん、サロベ。何を。よし、行くぞ。アルセール。やるよ。権限せよ、ヘルトラ、ロビンフット。ふざけんな。やっちゃいましょう。照準セット。努力の賜物ですね。なんでいちいち抵抗してんの。さっさと派手にぶちまけなさいよ。何言ってるんですか。そんなことしたら死んじゃいます。大丈夫大丈夫、ここはほら不思議な感じの世界だし、ドバッと中身撒き散らかしても指を鳴らせば元通りみたいな。え、まさか本当に。でたらめだと思うよ。少なくとも僕は試そうと思わないね。あ、舌打ちした。ひどい、騙そうとするなんて。めんどくさい。ジェリー、あんたがあいつら勝たして。
いっつも面倒を押し付けるんだから、しょうがない子ね。さあお前たち、あいつらをやっちゃって。先輩、明智さん、すごい数の敵が。ほら、できるだけあがいてみせて、派手な死に様を私の前にさらしてよ。そうやすやすとやられるわけにはいかない。とはいえさすがに困ったな。敵の数は圧倒的だ。どうする？それが賢い選択だね。この数を相手にすることはない。あの辺り囲みが薄そうです。抜けられるかもしれません。バカね、この数から逃げられるわけ。あら、何？足元に急に穴が。ぐっ、また吸い込まれ。いった。あれ、ここは。そうだ、先輩、明智さん。僕たちはここだよ。またどこかに引きずり込まれたみたいだ。敵からは逃げられたみたいだけど。ここはどこでしょう。周りも暗くて。怪我はないみたいだな。運のいい奴らだ。ネズミじゃなくて着ぐるみ？かわいい。君は？その前に礼ぐらい言ったらどうだ。せっかく助けてやったのに。もしかしてあの落とし穴はあなたが？急ぎだったからな、落っことすしかなかった。いえ助かりました。ありがとうございます。ま、分かればいいけど。それにしてもお前たち何者だ。ここがなんだか分かってるのか。この世界はゲルニカのストリート。偶然迷い込むやつはいない。しかもゲルニカと正面切って戦っていた。ただ者と思えないぞ。どうやらずっと見られてたみたいだね。はじめからな。これまでずっと一人で戦ってきた。ゲルニカの虐殺を止めるために慎重でなきゃやってられなかったんだ。一人？本当にあなただけで？ああ、誰も助けられなかったけどな。でもお前たちは違う。戦う力を持っている。だから見極めないといけない。お前たちが敵なのかどうかを。なるほどね。けど少なくとも敵ではないと思うよ。そうです。って言っても証明しようがないんですけど。いや、一応言ってみただけだ。お前たちはゲルニカに怒ってくれた。あれで十分だ。おおよそだけど、そちらの事情は分かったよ。それでだけど、今度はこちらから質問していいかな。君が知る限りでこの世界について教えてほしい。おそらくゲルニカって存在が関わってくると思うんだけど。そうだ、この世界はゲルニカの心、ゲルニカから生まれた世界なんだ。お前たちは本当に何者だ。いくらなんでも察しが良すぎる。まるでこんな場所に慣れているみたいだ。それは。そう、気にしないで大丈夫です。いや、気になる。もしかしてお前たち心の怪盗団ってやつか。まさかの敵中。そうか、声が外に届いたんだな。もうダメかと思ってた。声？ついてきてくれ。お前たちに見せたいものがある。ちょっと待って、まだ質問は終わってないんだけど。そのためにも見てほしいんだ。その方が理解してもらえると思う。
わかった。その言葉を信じるよ。